はい、どうもこんにちは、さささです。今日はマリオカート Wii を世界の誰とでもでやっていきたいと思います。実はですね、明日って言ってももう今日ですね、時間的には今日の夜9時から、初めてフレンド対戦を主催させていただくことにしましたので、そのための練習、予行練習も兼ねて、お送りしたいと思います。第1回子供帰り杯ということで、名前はちょっとへんてこですが、結構何名ぐらいだろう、もう 7,8 名の方から応募いただいてるので、予想してたよりも集まりそうで、すごく嬉しいですね。前に戦ったことが、フレンド対戦をさせていただいたことがある方もいらっしゃったので、その方相当早かったので、まあ泥縄ですが、今のうちにちょっと、まあ4回戦ぐらい練習しておこうかな。ワングランプリぐらいじゃどんだけ大してうまくはなんないだろうっていう感じはしますけれども、それでレートが、5000から6000、主催者は5000から6000ですっていうふうにお伝えしていたんですが、まあそんなに変わりませんが、6000ちょっとオーバーぐらいまで上がってしまったので、ちょっとその辺は誤報になってしまいました。申し訳ありません。ちょっとどうでもよかったですね、今のは。お、いいですね、12人でできそうです。ちょっと始まるまでカットします。はい、では今回はこちらの皆さんとですね、結構ゲストの方も多いようで、レートとしてはまずまず真ん中あたりですね、僕は。コースは選びます。どこにしようかな。のこみさん、みんなやってたじゃん今。ちょっと待ったごめんなさい、空気読んでない、すいませんでした。11名の皆さんじゃないや、俺入れたら11名だから10名の皆さんですね。あ、クッパキャッスル、あー面白いとこが来たな、苦手なんですけどねまあどこが得意なんだって言われるとちょっと困るんですけど、まあこれくらいの人数だと混戦になることになってくれるといいなっていうふうに思っています。あー、アイテムがないじゃないか。おお、いきなり奥でね、わっ、よし、いいの来たね。まず1人、おお2人、うわ怖い、3人目になるとこだった。よいしょ、よー、あータイミング良すぎでしょ今のはやられたな、マジか。前にいる5名の皆さん、5名の皆さんじゃない、俺が恋だから5名の皆さんじゃない、6名の皆さん。お、いい感じに進んでるんじゃないかな。うわー、自滅するところだった。よし、バナナ、おっと、バナナ、もっとバナナに引っかかってしまった。ほうほうほう、あれ、あ、気づけば1位だ、いいですね、調子がいい。よいしょ、皆さん手加減してくれてます。あー、ちょっと待った、こら、何をしてる、なんか大きい人が通り過ぎて、おー、よかった、1位じゃなくて。お、ダメだった、いけるかなと思ったんですけどね、今。よいしょ、わっと危ない、熱いところに当たるところ、あれは当たったことない、1回ぐらいしかないけどね。おっしゃー、おっしゃーじゃねえや、全然、何が、何が思ったでしたっけ、
もうなんか微妙に速くなるみたいですね。当ててやっぱり俺に当たりましたね。残念。あ、熱い。それはダメだった。やばい。ちょっと待った。最後のシューンにみんな差し掛かって、あ、もう一人最後のシューンに入ってます。まずいまずい。熱い。あ、一応最下位ではないのか。ちょっと前の人に少しでもお近づきになりたいです。お、ちょっとお近づきになりましたね。よいしょ。あ、しまった。うわ、痛い。ちょっと待って。バナナ大きすぎじゃないの皆さん。おっと、このまんまはやだよ。できれば勝ちたいですよ。よし。お、黄金キノコ。あ、やばいな、アイテムないじゃん。やばい、これはレート下がっちゃうでしょ。まあ5000から6000がちょうど、あーっと最後の最後で抜かれて7位か。7位か。まあラッキーセブンということにしておきましょう。お、あ、まあそんなこともあるさって感じで、第1レース目ですね。2レース目どこ選ぼうかな。ちょっと好みで選びたいと思います。僕の好みはあれですね、速く走れるかどうかでなくて、景色とかコースが、景色が面白いっていうのは変か。景色が綺麗だったりコースが面白かったりするところを選びます。例えばこういうところ、ムーンリッチ&ハイウェイはすごく好きなんですよね。結構爆発させられるんですけど、もっと好きな人多くても良さそうな気がするんですけどね。おお、これはいい流れなんじゃないか。よし、じゃあ行こうじゃないか。この後半のね、高速道路のところがいいですよね。ちょっと次に最初にアイテムを取っていきたい。この辺はドリフトの仕方とかはあった、絶対来ると思う、分かって言いながらあんなところに横たわってはいない。何、うわ、おい、ちょっと待って、車か、あ、前のデイジーに取られた。おお、怖い。お、ナイスナイスナイス。おっとっとっと、これは絶対ついてきてるタイプ。せっかく早かったのに、あ、やば、危ない危ない。うわぁ、いいでしょ。おぉ、怖い。結構後ろの方で雷になって、おっ、巻き込まれた。2周目結構車増えますよね。どっから湧いてくるんですか、なんか。あ、あれ、この辺は全然いないな。車が多いゾーンと少ないゾーンがあるんですかね。うわ。今のは間抜けでしたね。1位の人離れすぎじゃない、ちょっと危ない。あの人レッドが危ない。トラックに引かれるとこだ。うっと、爆弾に引かれるとこだった。おお、びっくりした。ちょっと
怖い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 。なんか雷雲ってデメリットばっかりだと思ってたらあれなんですね。あの走るのが速くなるんですね。おっとグエあイカスミの音がしましたけど、こっちではなかったんですね。よし参ろうじゃないか。おー危ない、星二つの人がいる。速い。まあ、あの戦うことになってる、あの申し込んでくださった方、こんな人が相手です。というか主催者です。ぜひとも僕たちに来てほしいですね。あまたやっちった。すごい7位また7位。これ以上は下がれないよ。よし6位上がった。上がったけどですね。あプラスだ。ほう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 、すごいプラス119って人がいたな。はい2レース目希望通りムーンリッジ&ハイウェイでお送りできましたね。さてそうしたら次はどこにしようかな。ココナッツかな。ココナッツモール行けたらいいな。結構皆さん64のマリオカート押してますよね。あ人数がちょっと減ったな。ココナッツモール、あスノーボードクロスもいいな。次はスノーボードかな。ジャングルパークはちょっときついな。あやっぱり64のマリオサーキット押してますね皆さん。あれ8人になっちゃった。回線悪いのかな。うおおおおお連呼してるからそんなことになってしまって。ここはコースをあんまり理解して、ああ思ってたところと違った。マリオサーキット多すぎるんですよ。ゲームキューブ版のところがちょっと個人的にはあんまり得意で、一番得意でないのかな。うつされましたね。ちょっとそれにやっぱコーラマジっすか。さてどこで使おうかな。この辺で行きますか。ごめんねファンキーさん。ほい、あ完全にミスったな。今のとこはちょっとジャンプが深すぎたな。デイジーが近いとすぐ近くにいるよ。パン1位の人、また雷雲が追っかけてくる。ダメだった。あーやばいやばい。アウよし、たっくんが頂点。おさてこれはここかな。あーマジか。そうきたか。そうきたか。直線のここで使うべきだったかな。アイテムも少ないし。ちょっと使いどころが分かんないんですよね、こういうのは。あー、もう若干もったいない気もするけれども。よし。おっと、ちょっと待って、近い人にやられてる。お。ちょっと待って再開だ。早い早いで、ジェットボタン連打しちゃった。おいいとこで雷来たけど、お危ねえ。なんかものすごいね。うわ危な、びっくりしたな。怖いな。よし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 じゃないけど、よし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 
あ、6位か。上位がなかなか取れないな。あらら、行ったり来たりですね。まあこの辺が、次も8人か。ラストですね。次はスノーボードクロスにしてみます。来るかな。あや、減っちゃった。またスノーボードクロス、ほい。あの方、なんて言ったっけ、名前が難しかったけど、ヨッシー使ってる方ですよね。お化け沼チーム。グラグラはきついな。あんまりコースに知らないんだよな。64マリオサーキット今やったよ。さてどこが来るかな。来たよ、スノーボードクロス。すごい、半分的中ってすごいな。4回中2回自分の希望通り。へい。さて、早い人たちが多いんでしょうね。半分が隣で挟んでる。お、雷回復した。やったね。ここはショートカットってやったことないんですけど、やった方が早いかな。まあ早いんでしょうけどね。安定しないとなるとあんまりやる必要性がないんですよね。バイクじゃないとできないとかっていうのはあるのかな。あら、普通に跳ねちゃう。よし、アウヘイポーハウクライ。よしよしよし、みんなくるくる回ってくる。うわ、でも7人とかだったから結構やっぱりまだ後ろの方なんですよね。あー、ここに止まるのはや危ない。あぶねーよー、そんなところにブロック置いとくな。あー届かなかったよー、届いたよー。あのファンキーさん強いな。よしゃん、お、リョーマさんか、坂本さんかな。あっ、ファンキー早い。わわ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 、すごいな、いろいろと大混戦ですね。おっと、最後にふさわしい、まあ個人的ですけど。よいしょ。さてと、もうちょっと、よいしょ。うお、よし、収録中でございます。このそげ方か、マジか。でもプラスだ。よし、じゃあここまでにします。途中ちょっとアクシデントがありましたけれども、やめます。では今夜9時楽しみにしたいと思います。それではおやすみなさい。